兆候が出たの。すぐに結界を張り直したから大丈夫。ただ前より力を使うから。あれは何なの？アインレインはここで何を？それにあれ、あの人確かティリスさん。あれはアバリティアシル、神の御使いとも言われておる。話せば長くなるのじゃが、お主らにも知ってもらった方が良さそうじゃ。聞いてください。私たちが辿ってきた時の旅路、未来のバファリア神族、クロノリープ、歴史が変わった。だなんて、神様、疑われても仕方のないことですわ。口頭無形な話ですもの。最初にペンダントを貸した時のことを思い出したの。あ
の時あなたたちは必死だった。時を超えてエーリンズさんを助け出すために。今の話が嘘だなんて私には思えない。だから信じるわ。師匠、あれが半年前に飛んでこなかった。ヨルクはカーヴェイン。今できることをしよう。その方がヨルクも喜ぶ。そうだな、うん、あいつならきっとそうだ。さてと、事情が分かったところでティリスさんを助ける方法を探しましょう。アインレインだってこのままじゃ大変だしね。ごめんなさい。うん。さて。
供物ですか。それなら聖霊祭の終了後に全て神に捧げております。今お渡しできるとしたらこういったかけらぐらいです。とてもこれだけでは。今年も聖霊祭はやるんじゃろう。できればその時に作る供物を渡してもらえんか。その件ですが、先ほど聖霊祭の中止が決定されました。神事に必要な聖霊の歌姫が揃えられないのです。聖霊の歌姫って聖霊祭の主役じゃない。供物を作るには3人の歌姫が必要となります。しかし2人は広告による襲撃の際に死亡、残る1人は喉を痛め故郷に戻っておりまして。はい、はいはいはい、私歌姫に立候補します。え、歌にはかなり自信があるわよ。聞く？聞いてみる？よし、聞いてみよう。そう簡単な話ではありません。いいですか、歌姫になるには。どこまでも行けそうな自由の翼、時を超えて光をたどるの、千年先も私迷わず誓う愛のままに、星の彼方待ってて、あなたが好き伝えに行くよ。どう？確かにあなたはかなりの歌い手のようですが、歌姫を務めるには資格が必要なのです。ご覧なさい、この供物が。反応しているだと。もしかして合格だったりする？驚くべきことですが、あなたには歌姫の資格があるようです。やったー。じゃあ一人は決まりね。ちょっと待て、君は武装集団に狙われているんだぞ。聖霊祭で歌うなんて目立つことをしたらまた襲われるかもって。もちろんその危険はあるけど、それよりも今はクロノグラムが必要なんでしょ。アインレインだって体を張っているじゃない。だったら私も自分にできることをしたい。それに人気急上昇中、新進気鋭の旅する歌姫、麗しのシャルロットを売り込む何よりのチャンス。仕方がない、くれぐれも無茶はしないでくれ。うん、イエイ。この調子で歌姫を揃えれば聖霊祭もできるのではないか。よし、あと2人、何としても集めてみせようぞ。